初恋の来た道。ほう、これね、なんでいいかっていうと、僕ねアメリカ映画のね、はい、純愛ものとかね恋愛ものって好きじゃないんですよ、うん、でなぜかっていうと、アメリカって離婚率があれ6割ぐらい7割そうですね、7割とも言われてますよ。いや、この人たち結局7割が離婚すんじゃんって、その一番いい刹那的なとこだけをね、はい、映像に収めてね永遠に幸せみたいなことをね、はい、訴えられたってね、冗談じゃないよって思うわけ、はいはい、ところが、はい、初恋の来た道はお母さんがすごい年寄りなんですよ。で、お父さんが死んじゃったって、はい、でもう添い遂げた後なの。そうそうそう、もう結婚生活を添い遂げた後で布をかぶせるんですよね、あの棺桶に、棺にね。で、息子が都会から来るわけよ、で、私はお父さんのためにね布をね、私が肌で織りたいんだと。息子が、え、普通の布でいいじゃん、あの旗織り機、あれを直してくれないか、どうしてもお父さんのために旗織り機をね、私は分かったっつって、息子がお金かけて、それと車で運ばないで、あの人で運んでもらいたいんだって、お父さんを、だおふくろいくらかかると思ってんだよ、いいじゃないかよ車で、いや、やだやだっていうわけで、冒頭は本当にわがままのおばあさんだなと思った僕は、はいはい、それでそこでふわーっとそのお母さんの若い頃に、それがあの人チャンチー、そう、先が先だ、チャンチーがかわいいのよ。それでね、もう田舎のね、本当昔のもう昭和の元年ぐらいの話かな、わかんないけど、そのくらいのもう古い話で、田舎で真面目なね、こう女の子なのよ、で村にさ、で、いや、あれができるわけ、学校が、若い男はいないわけ村に、もうおじいちゃんばっかりなのよ、で学校の先生が来るわけよ、その先生ね、別にハンサムじゃないのそんなに、僕そこがまた気に入ってんだけど普通の顔なのよ、だけど惚れちゃうわけよ、ちゃんついよ、村のその娘たちが弁当を作るわけよ、で弁当を作ってこう置くわけで、ちゃんついは先生に食べてもらいたいとかさ、それでこうバーってこうさ、恋をした女の子がこう歩いて走ってくるわけよ、でこうでもうほら結ばれてるわけですよ、もうそれ分かってんのにね、もう頑張れちゃんつい応援しちゃうのよ、ちゃんつい頑張れ頑張れ頑張れそんなけなげな感じなんですか、そうでカーッつってもうね、そのあのいろいろあっていろいろ結ばれて、それでそこからしばらくしてまた現代に戻って、そうするとさ、それまでさ、このおばあさんのわがままがさ、おい息子直してやれよお父さんとお母さんこんな純愛したんだぞお母さんが布を織るんだよ、人も呼べよお前、あ、そしたらさ、その先生がさ人格者なんだよ、だからもうお金で呼ばなくても村の人たちが全員で、はい、来ちゃう、もう棺を担いで行進していって終わるという、まあすざまじい、まあ中国映画、一生添えてげた人のその安心して見てられる恋愛映画だから、しかもこのね中国のね、自然の中でね、もうチャンツィがけなげなんだ、本人はどうか知らないよ、だけどそれをさ、宇都宮みどりさんに言ったのよ、よかったですよっつったら、宇都宮みどりさんがさ次の週来てさ、浅田美代子さんのこと美代子ちゃんっていうの、ちゃんついがさ美代子ちゃんにそっくりでさ、思い出入らなかったわってそれ言っちゃおしまいだぜ確かに美代子さんにちょっと似てたの、若い頃の、その映画日本で撮るとしたらちゃんついは誰ですかね、今
芦田愛菜でしょ。マナちゃんの感じなんですか。そう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 。若くて、はいはい、恋愛っていうのはさ、あの一種の脳のバグりじゃない、はいはい、ね、あの相手のことを否定的に見なくなるらしいんですよ。あの恋愛の恋愛中のホルモンが出てるときは、はいはい、それで4年経ってから冷めるわけで、4年ぐらいで大体で、どうしてかっていうと、その4年間の間にわーって盛り上がって結婚して子供ができちゃって、子供ができたらもう次の段階行かなきゃいけないじゃないですか。お互いチームになってこの子供を育てようっていう家族愛に行くわけだけど、はい、ところがほらなかなか恋愛すると恋愛だけでこう楽しんじゃって4年5年経って、あなた変わったわねって、君は変わったねって、変わったんじゃないのよ、相手が変わったんじゃない、自分の脳の中が変わった、ホルモンが出なくなった、はい、じゃ ある意味冷静じゃないけど、そう冷静になっちゃってるわけ。あ、はいはい、だからそんな冷静が来るところ分かってる映画なんかは私は見たくないってところが初恋の来た道は、はい、それを乗り越えて、はいはい、結ばれて、で息子もできてるわけじゃないですか、うん、ね、息子も都会で成功してるしさ、もう本当に絵に描いたような素晴らしい初恋でさ、はい、その結びがいいでしょ。だって最初わがままなおばあちゃんに見えた人がさ、うんうんうん、いやあなたの言う通りだよってさもうゴロッと変わっちゃうけど、本当申し訳なかったってそうですね、もう誤解してました、誤解してました、あなたたちの恋愛の物語で本当にすまんでしたってこれはおすすめだったな。僕は恋愛映画で見たのはそれくらいかな。いやあれは見事だったな。